with lollipop. Lollipop. Mommy. Take one. The biscuit, the biscuit. And you wrap it around. Wrap it around. Four times. Four times, okay? And so you'll get your spider. Two. 4回回してね、4 times. Wrap it around. はい、こんにちは。長野インターネット放送局と申します。こんばんは。こんばんは。こんばんは。今、ここは千曲市の、ある、保育所に来ておりますけども、その保育所について今日は、ハッピーハロウィンということで、お祭りが今終わったところなんですけども、その辺含めて保育所の自己紹介お願いしたいと思います。はい、こんにちは。あ、こんにちは。名前はディ・マッケンリー。ディ・マックさん。マックさん。こんにちは。こんにちは。え、こちらは。はい、こんにちは。ピアス・エスタと申します。同じくこの英語保育園アルファベットキッズの管理人をやってます。よろしくお願いします。アルファベットキッズ。はい、そうです。ピアスさん。はい。はい、こんにちは。こんにちは。今ここ保育所ということで、2人のオーナーさんに来ていただいたんですけども、まずはその立場、園長さん、ぜひよろしいでしょうか。 Yes, I am. はい、そうです。まあ、保育園で園長さんというと、なかなか偉い人かなと思ったんですけども。 It makes it sound like a quite the impressive title there. Thank you. ありがとうございます。まあ、今感じた通り英語で全て話している特徴的な保育園なんですけども、その辺のことをピアスさんにちょっと説明していただけますか。はい、わかりました。はい、そうですね。ここは保育園で朝から夕方まで大事なお子さんを預かっている、保育園でも違うところはそれを全部英語で行っています。はい、その朝入ってくる Hello, good morning の時から Goodbye, see you tomorrow までをなるべく全部英語で楽しみながら子どもたちと、接してやってます。なるほど。はい、まあ、千曲市に、まあ、英会話の保育園って言っていいんでしょうかね。そうですね。英会話だと習い事っていうような感覚で週 1,2 回、はい、教わりに行くというような、うん、考えが多分ありますけど、英語保育園は、はい、本当に子どもさんを1日預ける場所で、はい、ただそのいつもの保育、塗り絵だったり、ゲームだったり、うん、その全ての活動を英語で行う。だから子どもが一番自然な形で英語を学ぶことができる。でも多分子どもたちから見たら学んでる気分ではないと思います。うん、なるほど、なるほど。保育所という中で英語をもう 100% 使おうっていう、そういう、それが希望ですね。もちろん日本のお子さんたちもいますので、はい、日本の保育士さんもいますので、そこでね、ちょっと助けて英語と、ちょっとわからないところがあったら日本語で助けますけど、うん、ほとんどは英語で行っているつもりです。お、はい。まあ、外人さんがいるっていうのがすごいと思うんですけども何人ぐらい外人さんいらっしゃるんですか？先生の中では、はい、5人の先生の中の、3人が外人さんで、はい、ネイティブスピーカーで、それプラス D さんの園長先生がいます。そして子どもの中では、2人アメリカ人の人がいて、でもう1人はハーフのお子さんがいますけど、うん、ほとんどは日本人です。なるほど。はい、こちらはピアスさん、園長さんなんですけどもピアスさんとマックさんがこうコラボして、一緒にこう保育園を作ろうと思ったそのきっかけは何だったんでしょうか。 So you came together as a partnership and decided to run this thing together. So what was the starter of that? What was the catalyst?
There just being a lack of English schools in the Chikuma area. Chikuma 近辺でこういう英語の保育がをできる施設がないということから、はいはい、まず考え始めました。なるほど。そして The closest place was, you know, either Nagano City, Matsumoto. 一番近いところで長野市とか松本、軽井沢そこら辺になってしまうんですよね。遠くなっちゃいますよね。ちょっと遠いですね。通うには遠いですね。はい、そこで。And then? Oh, well, and so then, you know, I decided, well, there should be one closer. So, you know, started thinking about putting together a school, and then Esther and I met, and she was interested in doing the same thing. そしてそこから、じゃあ近い場所に開きたいという願いが出てきて、そこでピアスさん、私ですね、と出会って2人で話が進んで同じ夢を持つようになりました。なるほど、はい、ちょうど同じ目的があったってことなんでしょうかね。 So you both had the same goals there. Exactly. You know, we both, you know, well, Esther has been in Chikuma a lot longer than I have. But, you know, we definitely wanted to come together andI guess kind of like do something for the community, something that could, you know, connect us and other foreigners to, the community a little bit more. そうですね。もちろんピアスさんの方が私より何年も長く千曲市にいますけど、この地域の、ためになるような場所、そしていろいろな人が、つながりを作れる場所も作りたいっていう願いも多分あったんでしょうね。なるほど、まあ、そういった目的が、まあ、一致して、ピアスさんどうですか今、ここの保育所できてどのくらい経つんですか。保育園ができてから、半年経ちますね。あ、そうですか。そうです。今年の、4月にオープンしたばっかりで、はいはいはい、もう半年ちょっとですか、がやっと経ちました。で、一番の印象としては、お子さんの、英語を覚える能力にびっくりさせられます、はい。うん、やっぱりその、まあ、英会話というんじゃなくて、本当に日常生活の中に英語が入ってくると、やっぱり、そうですね、おそらく大人の方でも週一度英会話教室に行ったことある人はたくさんいると思います、はいはいはい。でもその人たちがよくご存知のように、週に一度行って次の週また戻ってきた時に、はい、ほとんど忘れてしまうんですよ ね。あれ、何やったかな、先週どうやって発音したかなってちょっと忘れちゃうんですよ。それはもちろん子どもでも週一通う、そしてそれを身につけるっていうのはとても難しいことで、毎日来るということで、どん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 それが、日常生活の一つの部分となって自然に使えるようなものになっていくものなんだなと、こっちも観察しながら覚えさせられています。まあ、本当に、まあ、日本ではっていうよりも、まあ、この長野県全体を見ても、英語を使ってその保育所なんていうのはあまり聞いたことないですよね。そうですね、都会とか、あるいはマックさんが以前にいた沖縄とか、はいはい、そういうような、地域では英語保育園だったりインターナショナルスクールっていうのは結構たくさんあったりするものなんですよね、はい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 。親御さんも、そういうものに、興味を持っておられる方はいっぱいいるんですけど、こういった長野県、この素晴らしい長野県では、そういうような施設はまだちょっと少ないんですよね。珍しいと思います。すごく期待されてると思うんですけども。ありがとうございます。そうでしょうね。これからどんな保育園にしていこうと思うでしょうか。So, saying that there's not a lot of these places here, and I'm sure there's a lot of expectation, a lot of excitement. What kind of dreams do you have for the future of where you want your facility to be? Well, I think the future of Alphabet Kids is definitely to expand. We want to be able to reach out more to the community, be able to teach more of the kids, give them the foundation of English so that when they go to elementary school and middle school, they already know a little bit of English. And that'll actually just help them learn in all different kind of areas, not only just in language, but in math and science and other areas as well.
そうですね、あのアルファベットキッズは、多分ここからどんどん大きくなっていけるものなんじゃないのかと思います。あの地域の方々がもっと使いやすく、あの親しみを持っていく中で生徒も増えて、そしてこれからどんどん英語も増えていく中の小学校だったり中学校でもうすでにその英語という土台をあの身につけているお子さんたちが、あの英語だけではなく全ての科目であの自信を持って、あの何でしょうか、あの自信を持った英語というものを科目として考えるのじゃなくて、コミュニケーションの道具だと思ってくれる人がどんどん増えていけばなと思っています。なるほど、はい。ピアスさんはなんかすごく日本語がお上手なんですけども He says my Japanese is very good. He is ありがとうございます。上手。その辺のところもちょっと、はい、私は実はあのこの英語保育園の逆を、子供の時にしたんですよ、はいはいはい、日本に来て日本語の普通の保育園に行って日本語を覚えたんですよね。先生たちと他の子供たちと遊びながら日本語を覚えたのが私で、はいはいはい、それを私ができるなら、はい、絶対日本人のお子さんもこういうようなところに来てあの英語を喋って聞いて話していく中であの身につけられるものだとあの信じて、実際ここに私日本語喋ってる私がその証拠です。もう実績するということですね。そうですね、分かりました。今日はハロウィンということで、まあ、面白いお祭りがあったんですけども、もしこの保育所に興味を持った方が いらっしゃったらどうすればよろしいでしょうか。はい、今は来年度の園児を募集しています。ほいほいほい、はい。定員20名までなので、もしあの興味がある方はまずお電話をいただければと思います。いいですか、番号、はい。080-4834-7703 までお電話していただければ私が出ますので、そこから見学、そしていろんな資料なり、話を進めていけたらと思います。はい、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、Oh, you're so cute. Oh, thank you.